桜井マリアです。アーティストです。うちは5人家族で、兄弟がちょっと変わってて、まあ、三つ子で、まあ、3人とも同い年の環境の中で育ってて、まあ、でも時間潰しみたいな、まあ、こうちょっとなんか あんたら待っときやって言われる時に、なんかその3人で絵描いてっていうか、なんか時間潰しで絵描いてたら学校のにいる時もなんか絵描いてて、でそれでもうそうなるとなんか流れ的になんかそうなんか美大ですかと思って、美大行くんちゃうかなみたいな感じで美大行って、でも美大って何しようかみたいな全然考えてなくて、まあ入ってから考えようかみたいな。なんか一応グラフィックデザイン学科には在籍してたんですけど、なんかあんまりデザインとかパソコンとかが肌に合ってないなって思ってて、そうたらなんか絵しかないかなと思って、キーニュっていうアーティストのなんかアシスタントのバイトやってみようかなと思ってやったら、なんかその人がなんかめっちゃかっこよくて、あ、うちもこうなりたいなと思って、そうですね、大学4年とか、もうなんかその自分と同業者の絵とかをこう見ないっていうのが一番大きくて、それよりかは音楽とか映画とか散歩中とかになんかなんか面白いなって思ったものをとりあえず覚えておく。多分知らず知らずに影響を受けると思うし、なんかもっとなんかもっと新しいものっていうのはもっと全然関係ない場所から生まれるんだなって思ってて、だからなんか本当に意識的に離れてやってるって感じ。でもその笑ってる顔を絶対描かないっていうなんか決まりでやってて、なんかその怒ってたりちょっと何考えてるか分かんない表情の中にこう中にこう想像ができるっていうか、そういうちょっとした余白を残すことを心がけてます。ちょっと舌触りがいい言葉っていうか、なんかそれをちょっとこうずっとこうじゃあやばい感じになっちゃうけど、ずっとこう言ってたりして、それですごい気持ちよくなってた気があって、なんか多分それとかを入れ込んだりしてやってます。なるほど。まあでも映画とか、映画と音楽かなり大きくて、その映画とかあと本、なんか小説とか読むとこう小説の中のこう文字をこう読んでると、そのなんか場面がなんかこう自分の中で、あ、これは菅田将暉やなとか、なんかそういうのでこう勝手に映画作っちゃってた気があって、でなんか実際にそれをこう刺さって絵とか描いてる時にそのままそれが絵になっちゃったりする。これは犬を中心に描いたんですけど、なんかその「デイドリーム・ビリーバー」っていうテーマが、なんかそのなんかちょっとあっちの世界をすごいイメージしてて、なんか自分は犬飼ってないんですけど、なんかあっちの世界で飼ってて、でなんか
そうか、いやなんかそちょっとなんかそうやばい絵とか描いてる時あっちの世界行っちゃってる時がなんか多分あったりして、やっぱなんかそのやっぱ絵に犬を絵に落とし込むってなった時にこういう描写になるっていうのはあっちの世界の犬をこう描いてるってことなのかなと思って、結構いるんですよね、なんかいろんな人作品とか見ててもこの人あっちの世界行ってるなとか、音楽聴いててもあこの人もあっちの世界の中でやっちゃってることをなんかこっちの世界をリリースしちゃってんだなって思う時は、まあ、マジで、ね、ある、うん、具体的には言えないんですけど、やっぱ自分の世界の中に入り込みすぎちゃってる感じ、こう何かをこう没頭して何かを作り上げる時ってやっぱりその物理的にも家の中だし、その自分の中にも入り込んじゃってると思うし、なんかそれこそがファッションやと思ったから、うん、あんまり最近は出さなくなったんですけど、生きててすごい不満だらけの、まあ、人間だったんですよ、ちょっと前まで。なんかでもそれをその時は表に出してたんですけど、それをこうあんまり自分から言わずになんか黙るようになってから、それをこう消化するっていうか、それを肯定したいためになんか絵描いてるって感じです。でも外走ったりしてたり、映画とか見たり、そのアトリエとは別のもう一つの部屋で映画見たり、飽きたら外走ったり。それは普通にジョギング的なことですか？そうですね、でも本当あってあってあ、もうダッシュって感じ、ダッシュこう冷たい風がバーってくると頭の中が冷えてきていいんですよね。コロナ禍になってなんかやっぱり移動とか制限されたり人と会うのが制限されて、なんかその中でこう自分ができることをしようって常に考えてて、なんか常にアイデアを持ってできることだけをひたすらやるっていうことはずっとしてて、でなんかそれなんか別にその中ポジティブに言おうとか全然思わなくていいし、無理に、普通にネガティブにもうなんか遊び行けないしなって思いながら、でも自分ができることをなんかそういう状況下に置かれてもなんかやんなきゃいけないって思えたのは結構良かったですね。自分の絵のクオリティ、技術面も上げるっていうこと、とやっぱりもっと新しいものを自分の面白いって思える新しいものを発見したいっていう気持ちがあるから、地味なんですけど、やっぱりキャンバスの貼り方もまだまだ緩いし、なんか色の塗り方も全然こうできてないし、そうですね、下地とかももっとちゃんと塗ってプラスチックぐらいにしなきゃいけないし、なんか質をこうやっぱり上げないと、なんかそれも絵の質になってくるし、すごいなんか締め切りを言われた時も締め切り短いんやから許してやみたいな感じで行っちゃう自分もいるけど、でも今回すごい最近実感するのが誰が見てるか分かんないってことで、なんかそれは締め切りがどのぐらいだったかっていうのはその人は絶対知らないし、なんかそれ言い訳にしちゃいけないなって最近すごい思ってて、やっぱり
無理な納期で面白い仕事は全力でやるって感じ、うん